はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、グランドキリン。まあ、だいぶ前に飲んだことあるんですけど、グランドキリンのザ・アロマ。というのが新しく発売したっぽいので、グランドキリンジ・アロマか。こちら買いました。確かセブンイレブンかどっかで、コンビニで売ってたんで、はい。満ち溢れる華やかな香り。一本で満足できるスペシャリティプレミアムビール。一手間かけた香り高いホップを発酵中に漬け込み、複雑な、香味を引き出すキリンビール独自のディップホップ製法を採用。うん。だそうです。アルコール度数 5.5%。うん。まあ、確か値段230円ぐらいだったかな。よし。それでは飲んでいきましょう。乾杯。こぼれたもったいない。あーでもすごい香りがあれですね。なんかすごいですよ香りが。うん。うん。まあ、それなりに、苦味もあって。うん。うん。香りがすごい。うん。うん。香りが結構すごいですね。華やかな。うん。でも、苦味、あ、どうなんだろう、これ苦味が。コクがあんまりない気がする。結構スッキリ系ですね。うん。うん。なんか香りが華やかなんだけど、うん。そんなに。苦味も、でも苦い。でも若干苦いは苦い。うん。口当たりが結構、なんか、ドライっていうか、結構、ビシビシっとくるね。なんか炭酸が結構くるね。グランドキリン。まあこの瓶がさ、なんかねえ、なんかほら、あるでしょ。ちょっとこう、口が広い。多分このまま飲むに、
いい、その、なんか口が広いから、こう香りがわかりやすいみたいな。いうことで、多分、なんだと思うんですけどね。ただこのまま飲まない。俺にとってはちょっと、あまりよくわからない。これが香りを極めたグランドキリン。醸造家たちは濃くて苦い味わいこそがプレミアムビールだという常識を覆したかった。グランドキリンのアイデンティティである一本で満足できる飲み応えを守りながら華やかでかぐわしい、かつてない香りに仕上げたい。香りを最大限に引き出すディップホップ製法は踏破しつつ、ホップには華やかでフルーティーな香りが特徴のブラボーホップを初めて採用した。そこに小麦麦芽の滑らかな口当たりと上面発酵、酵母由来の香り立ちが加えられた。飲み始めの豊かな香り立ち、一口飲んだ後の深い戻り香、そして柔らかく続く余韻。これね、結構ね、なんか香りがすごいいいのは分かったんだけど、結構口当たりがちょっとひどいですね。正直言うと。正直口当たりが結構どぎつい。うん、ちょっとどぎつい。口当たりがもうちょっとこう（咳）なんかどぎつい気がするんだよな、なんとなく。やっぱコクがない気がする。なんか軽い、うん、何かこうドカッとこないね。軽い、なんか全体的に、うん、なんかエビスみたいにこうドシッとこない。うん、大体がし苦くないのかな、これね。うん。何か味自体が苦くないから軽く感じちゃうんだね。多分。うん、やっぱり、ああ、軽く感じるんだけど結構喉越しはあるんだな。普通プレミアムビールってほら、うん、まあね、味が濃くてみたいな。喉越しよか、やっぱり、口当たりとかが良くて。それとは、結構、違う、部類の、なんかビールになってますね。ちょっとあんまり、個人的には、好きではない。かな。これは、
なんかこう微妙なんだよね。立ち位置がね。お前ちょっとドライにするんだったらもうちょっとドライにしろと。ね。プレミアムビール的なコクを、コクとかね、口当たりとかそこを追求するんだったらちょっとそっちを極めろと。で、これ微妙なんだよ、立ち位置が。やっぱり。だって一応プレミアムビールなんだからさ、もうちょっとコクとかね、ね、どしっとしたそのね、やつを追求した方がいいんじゃないっていうことで三つ星。微妙。ということで、ご視聴ありがとうございました。すっげえなんかゲップが出る。